狂犬病が発生。愛知県豊橋市。愛知県の豊橋市などによりますと、フィリピンから来日した外国人の男性が狂犬病を発症したことが明らかになりました。豊橋市が公表した情報によれば、この男性は2月14日にフィリピンから来日、5月11日に足首が痛くなり、13日に 水を怖がったり、食欲不振、腰痛の症状が出ました。さらに14日に腹痛と嘔吐が発生、18日に知人が自動車で自宅に迎えに行き、豊橋市内の医療機関を受診したところ、ICU へ入院となりました。19日に検体を採取し、国立感染症研究所へ検査を依頼。 22日に国立感染症研究所から PCR 検査の結果狂犬病ウイルスの遺伝子が検出されたまた延期配列を分析した結果フィリピンで流行しているウイルスの配列と非常に高いです、ね、一致を示したと連絡があり豊橋市内の医療機関の医師から感染症発生届,が発生届を受理したとされておりまして この男性、昨年の9月頃にフィリピンにて、左足首を犬に噛まれておりますが、その後受診せず、狂犬病に感染し、発症したものと見られております。この男性は入国後に動物との接触歴はないとされておりますが、この狂犬病、 致死率がほぼ100%の感染症であり、ワクチンはございますが、治療法は確立されておりません。ただ、人から人にうつることはなく、感染した動物に噛まれてうつる、感染するものでございますので、この狂犬病が発生したことによって、感染が 人人から人に拡大することはありえません。この狂犬病については国内で感染が確認されたのは1950年代が最後となっており2006年にフィリピンで犬に噛まれて帰国後に発症し死亡した方が2人出ておりますけどもこの狂犬病については、まあ、先ほどご紹介したとおり 致死率がほぼ100%で治療法もございませんので、この感染者の方をですね、助けるのは非常に難しいと言わざるを得ません。皆様、こういった、まあ、今このご時世ですと、海外旅行は無理でございますけれども、今後、海外旅行に行かれる方は、こういった狂犬病などのワクチンを、 しっかりと摂取していただき、万が一の事態に備えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。